佐竹義信、右京大部。佐竹義信は、戦国時代から江戸時代前期の武将、大名。佐竹氏十九代当主。出羽久保田藩、秋田藩の初代藩主。佐竹義重の長男。母は、伊達春宗の娘。伊達正宗は、母方のいとこにあたる。義信は、元気元年、1570年7月16日、大田城に生まれた。 吉信が誕生した頃、父、吉重は、那須氏を責めていたが、元気三年、1572年、那須氏と和睦した。この和睦は、那須氏当主、那須助種の娘を吉信の妻に迎えること等が、条件となっていた。当時、吉信は3歳であった。天正十三年、1585年4月に、佐竹氏が、宇都宮氏と共に、 三武を攻めた際に偉人行ったと伝えられているが、当時の三武は、佐竹氏の参加で、同年の暮れに、北条氏に寝返っていることから、実際の戦いは翌年である天正十四年、1586年4月のことで、吉信の偉人もこの時と考えられている。天正十四年、1586年から天正十八年、1590年の間に、義信は、父 義重の隠居によって、家督を相続した。この頃の佐竹氏は、天正十二年、1584年に後北条氏と和議を結んで南方を抑えていたが、北方では、伊達政宗に、黒川城、弟、足名義弘が上司となっていたを陥落させられ、南欧州の基盤を失う事態に陥っていた。佐竹氏は、伊達氏と対立する傍ら、 豊臣秀吉と恩信を通じ、石田三成及び上杉影勝と信仰を結んでいた。こうした状況下において、吉信は天正十七年、1589年11月28日、秀吉から小田原征伐への出陣命令を受けた。しかし、吉信は南郷において、伊達政宗と対峙している最中であったため、直ちに命令に従うことはできなかった。 吉信は、秀吉自らが刑を出立したという知らせを受けて、宇都宮国綱に対応を相談した上で、天正18年1590年5月、宇都宮国綱らよりき大名を含めた一万余の軍勢を率いて、小田原へ向かった。吉信は、北条方の城を落としつつ、小田原へ進軍し、天正18年1590年5月27日、 秀吉に越見して、鎮家の礼を取った。秀吉のもとに参陣した吉信は、天正十八年、1590年6月、石田三成式のもと、お市城を攻めた。吉信は、お市城水攻めの際の堤防構築に従事した。小田原の役後、吉信は、かねて、伊達政宗と争奪戦を繰り広げていた南を、かつつ、赤間及び南郷について、 秀吉から地行として認められ、欧州市沖の後、本領である、日立国、有機市領を除く及び下谷国の一部、計21万巻余り、35万国余りを地行として安堵する、胸の主因状を与えられた。これにより、佐竹氏は、徳川氏や前田氏、島津氏、毛利氏、上杉氏と並んで、豊臣政権の六大将と呼ばれたという。また、信は、 天正十八年1590年12月23日、秀吉の失踪によって14下の位を賜り、自重、仏京大部に部任され、天正十九年1591年1月2日には、秀吉から、橋場制を与えられた。吉信は、主院状による、諸領安土の直後から、日立国全域に支配を及ぼすことを起とし、まずは、居城を、 大田城から、三戸城へ移すこととした。当時の三戸城主は、小田原征伐の際に参陣しなかった、江戸重道であった。吉信は上落中であったので、三戸城攻略は父、吉重が行い、天正十八年、1590年12月20日、三戸城を攻め落とし、同月22日には、府中、後の石岡市による大城清美木を攻めて、大城市を滅亡させた。 天正十九年、1591年2月9日、京から帰った吉信は、鹿島軍及び、行方軍に散在していた南方三十三艦の国人衆で、まだ生き残っていた勢力を暴殺して、日立国全域の支配権確立に成功した。天正十九年、1591年3月21日、吉信は、水戸城に移り、佐竹義久に、 水戸城の整備拡張を命じた。水戸城に本拠を移した直後の6月、豊臣政権は吉野部に欧州出兵2万5千人という非常に重い軍役を命じ、この動員は10月まで約4ヶ月間続いた。天正19年、1591年9月16日、秀吉が唐印のため各国大名に出兵を命じ、吉野部も5千人の出兵を命じられた。 この軍役は、文禄元年、1592年1月から翌、文禄2年、1593年うるう9月まで、約21月末続き、当初の5000人の軍役は途中で3000人に、カロンゼラで、5軍役約2869人と、名古屋人中より報告された。吉信は、文禄元年、1592年1月10日、三頭出発し、 同年4月21日、名古屋城に到着した。文禄2年、1593年5月23日、吉信は朝鮮へ渡るよう命じられ、6月13日、先人の佐竹義久が1440人を率いて、名古屋を出港した。しかし7月7日、吉信に対して、都会を見合わせるよう連絡があったので、吉信自身が朝鮮に渡ることはなかった。 唐入り後、吉信は唐入りに際して整備した軍役体制を活用して、水戸城の不審を進め、文禄三年、1593年、不審は一応の完成を見た。文禄三年、1594年1月19日、吉信は秀吉から伏見城の不審を命じられ、伏見城春行後、伏見城下に屋敷を与えられた。この城審は3000人役にて、 約10ヶ月間続いた。文禄四年1595年6月19日、折からの大公検知によって、諸大名の国高が確定されたことを受け、吉信は54万国を安堵する胸の主因上を秀吉から受領した。また、吉信は文禄四年1595年7月16日以降、家中の治療割を一斉に転換し、 領主と領民との伝統的な主従関係を断絶させて、佐竹宗家の統率力を強化した。慶長2年、1597年10月、佐竹氏の寄り木大名であり、吉信のいとこである、宇都宮国綱が改役された。これに伴い、佐竹氏も何らかの処分を受ける可能性があったが、従前から信仰があった、石田三成の取りなしによって、処分を免れた。 10月7日の吉信から父、吉重に宛てた書状では、佐竹氏にも開役命令が出されたが三成の取りなしによって免れたことや、上落して一刻も早く、秀吉に挨拶すべきだが、宇都宮市会益を主導した浅野長政の剣士が、宇都宮領の調査に向かっているので、それに悟られないように密かに上落するようにという、三成から指を受けたことが書かれている。 慶長4年、1599年うるう3月3日、前田利家が死去したことを契機として、加藤清正、福島正則、加藤義明、浅野義長、黒田長正、細川忠興、池田輝正は、石田三成の屋敷を襲撃した。この知らせを受けた義信は、三成を女腰に乗せて脱出させ、浮田秀家の屋敷に逃れさせた。 この一連の動きについて、吉信の茶の湯の師匠でもあった、古田重成、古田織部は、徳川家康に釈明するよう勧めた。これに対し、吉信は、三成は、公家命に背いたこともないのに、加藤清正らは三成を討とうとした。自分はかつて三成に恩を受けたから、三成の気球を見て、命にかけて救っただけである。このことを家康に謝罪すべきというなら、 ご変予期に図られようと答えた。これを受けて、従前は、細川忠興に取りなしを依頼した。家康は、忠興からこの話を聞き、吉信信領にかけて急恩に報いたのは、義と言うべきである。依存はないと答えた。しかし、実際に、吉信が三成の窮地を救ったことを裏付ける一時資料は、存在しない。慶長五年、1600年5月3日。 徳川栄康は、藍津生伐のため東国の諸大名を京都に招集した。吉信もこれに応じ、同年5月中旬、京都に到着した。同年6月6日、招集された諸大名の進撃路が発表され、吉信は、先導口を任されることとなり、水戸へ帰った。慶長5年、1600年7月24日、小山に到着した栄康は、 水戸にいた吉信に使者を派遣し、上杉影勝の討伐を改めて命じた。この際、家康の使者は、人質を上洛させるよう要求したが、吉信は、藍津征伐は、豊臣秀頼に代わって実施されるものであり、自身は秀頼に逆らう意志はないから新たな人質を出す必要はないとして、この要求を断った。また、家康は、佐竹氏に預けられていた。 花房三つ金を呼び出して、吉信の動向を確認した。この時期の佐竹氏の動向は、東軍につくとも西軍につくとも言えないものであった。吉信は、慶長五年、1600年7月19日頃、上杉影勝との間で上杉方に組みする、胸の密約を交わしたようであり、次軍の赤間以北への進軍を差し止めた。密約は交わしたものの、佐竹氏内部に、 積極的に石高田に就こうとする空気が醸成されておらず、吉信は内部の意思統一がなされていない状態で密約を交わしてしまったとも指摘されている。8月25日、吉信は突如として、水戸城へ引き上げた。吉信は家康に対し、重臣、尾ぬき来級を使者として派遣し、水戸城へ帰った理由を釈明させ、また、 上田城による砂田正幸を攻撃していた徳川秀忠の援軍として佐竹義久に引きさせた三百機を送った。関ヶ原の戦いが東軍の勝利に終わると義信は徳川家康及び秀忠に対し戦勝祝賀の使者を派遣した。これに対する秀忠からの令状は届いたが家康からの令状があったか否かは不明である。 よしは、上杉景勝が未だ、伊達軍及び、西条軍と対峙しているのを見て、佐竹氏に類が及ぶことを恐れ、家康に陳謝すべく、伏見へ向かった。途中、神奈川であった秀忠に対して陳謝し、伏見に到着した後、家康に会って謝罪及び加盟存族の懇願をした。徳川実機によれば、徳川家康は、よしののことを、今の世に、 佐竹義信ほどの律儀なものは見たことがない。しかし、あまり律儀すぎても困ると評したとされるが、これは、合図政伐における、義信の態度を念頭に置いたものである。慶長七年、1602年3月、義信は、大阪城の豊臣秀頼と、徳川家康に越見した。その直後の同年5月8日、義信は、家康から、国替えの命令を受けた。しかし、 天保先は明らかにされず、したがって天保後の国高も不明だった。そこで、吉信は、家臣の和田明らために当てた症状の中で、不代の家臣にも従前のような淵を与えることはできないであることや、五十国、または百国取りの求人については天保先に連れて行かないことなどを述べている。5月17日、天保先が、では国秋田軍に決定した。 54万国から20万国への原点法であった。ただし、佐竹氏の正式な国高が決定されたのは、佐竹義孝の代になってからである。佐竹氏の処遇決定が、他の大名家と比較して大幅に遅れた理由については、諸説あり、この時期になって、初めて、上杉氏との密約が発覚したとする説や、島津氏に対する処分を先行させることで、 島津市の乱を抑える狙いがあったとする説がある。また、佐竹氏が現天保された理由としては、無傷の大兵力を温存していた佐竹氏を江戸から遠ざける狙いがあったとする説がある。吉信は、慶長7年、1602年9月17日、秋田の土崎港城に入城した。吉信は、角野立城、横手城及び、大館城等を拠点として、 内政を行い、仙北地方で起こった一揆を平定して、領内の安定を図った。後に、土崎港城は廃されることとなり、慶長八年、1603年5月から築城が始まった、久保田城を本城とすることになった。父、義重は、横手城を本城にすべきと主張したが、義信は、久保田城を本城にすべきと主張し、そのように決定したのである。また、 吉信は、家柄や旧礼にとらわれず、渋江正光、梅津の織田田、梅津正影及び須田森秀といった、旧家臣及び関東、欧州の旧大名の維新たちを能力本位で、登用し、積極的に開墾を進めて、家中の立て直しに尽くした。これにより、江戸中期の久保田藩の実高はは45万国にも、上った。しかし、老人上がりで、 若手の渋江正光を徴用することが、不代の老臣の反感を買い、過労の河井忠縁らによる、吉信、正光の暗殺防議も起こっている。これは逆に吉信が暗殺を企てた家臣らを粛清して決着した河井事件。吉信は秋田への原点法を機に、一門及び不代の家臣の治療を減少させ、その勢力を減災し、当主の権力を強化して、 新たな政策の実施と人材投与を可能にした。慶長19年、1614年の大阪の陣では、吉信は徳川方として参陣した。吉信は慶長19年9月25日、参勤のため久保田城を出発していたが、その途中、同年10月7日に、大阪への出陣命令を受けた。これを受けて、佐竹軍は同月15日以降、 順次久保田城を出発し、江戸にいた吉信は同月二十四日に江戸を出発した。吉信が大阪へ到着したのは同年十一月十七日である。吉信は玉作り口に陣取り、上杉影勝と共に木村重成及び後藤元寺が率いる軍勢と当たった。この際、渋江正光が戦死した今福の戦い。今福の戦いでの勝利は戦況に。 大きな影響を与えたので、幕府における佐竹軍の評価は高まった。大阪の役、冬の陣において幕府から感情を受けたのはわずか12名で、あったが、うち5名を佐竹家中の者が占めたことからも、そのことがわかる。吉信の妻は、正室が、正統院、那須助種の娘、皇室が大樹院、田谷茂シの娘、また側室が、岩瀬五代。 アシナ・モリオキの娘など数人いたが、大女院に男子が二人生まれたもののいずれも養成したため、四次たるべき実施はなかった。弟、アシナ・ヨシヒロの長男である、森康氏を養子に取ることになっていたが、森康氏は、ゲンナ2年7月17日、1616 16年8月29日に22歳で父に先立ち没した。そこでゲンナ7年7月7日、 1621年8月24日、佐竹ホッケ主となっていた猿若丸、佐竹吉名を秋田店舗後に生まれた、吉信の末弟を総計引き上げて、着手とした。これによってホッケは一旦断絶したが、後に、高倉英慶へと継いだ妹の第二子、佐竹吉地家を慶子として、入れ再興させた。しかし、寛永三年3月21日、 1626年4月17日、吉信は吉直を拝着した。江戸城で行われた猿学の見物中に、吉直が居眠りをし、吉信が伊達政宗から注意されるという失態を演じたためであるという。吉直は出家し、佐竹家から離縁された。吉直拝着1ヶ月後の4月25日、大御所、徳川秀田だから、 亀田藩主の岩木義高、吉信の弟、岩木定高の子を新たな啓示にする許可を得た。親族とはいえ他藩の藩主を啓示にするというのは大事であるが、吉信が秀田だから全幅の信頼を得ていたために可能となったものである。寛永十年1633年1月25日、吉信は江戸寛大屋敷で死去した。64歳であった。法名は、 上皇院連結同天へ大古故事。墓所は、秋田県秋田市線三竹根天徳寺である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。